はい、こんにちは。今日も始まりました。生まれた甲斐があります。ユニコーン画家の鈴と、おせっかい社長の鍋さんが、今日も一緒にいてくださいます。よろしくお願いしまよろしくす。お願いします。止まりましたね、暑さで。めっちゃ声張っちゃって。暑さで止まりますね。暑ボすキャぎネッね。ト。暑いね。暑くて。暑い暑い。今日は。今日はですね、鍋さん好きなものって、何ですか？好きなもの。はい。鍋さんが好きな親も父ギャグ。の。親父ギャグ。それはどんなものでしょどんなものでしょう。う？ どんなものでしょダジャレ。う？ ダジャレ。じゃあ、早速ですが、ダジャレ。一発、一つお願いします。そんなことを言うのはダジャレ？拍手。失礼まあ、いたしました。はい。ちょっとみんな涼しくなっていただいたんじゃないかなそうですね。違う意味での涼しさが あるかもな。はい。まあ、そんなうん。こうな、ダジャレ好きな鍋さんのために、今回はとっておきの、テーマをご用意しました。はい。まあね、まずはこちらを嬉しい見でて、す。はい。まずはこちらを見ていただきたいんですけれども、真っ白だよ。いいんです。真っ白で。じゃあ、はい。まず、これは、何と読むでしょダジャレね。う？ダジャレで、結構ね、見かけることがあります。結構っていうか、見かける場所もあります。場所なの、これ。あ、場所ではなくて、ある言葉なんですけれども。あ、いいですか？はい。飽きない？おー、拍手。ああ、はい。はい。さすがです。春夏秋冬の秋がないっていう。おー、その通りです。はい、こちら。ああ、ありがとうございます。こちらですね、答えが。さすがっていうのもおかしいけど。はい、ああ、秋ね。菜になりますね。はい。さっきのはい。言葉に、春、夏、冬、中と書いて、秋菜中っていうふうに、読むものなんです。ああ、なるほどね。そうそそれはう。知らなかったです。はい。だから、二通り多分お店とかで、たまに、こう、春、夏、冬とか、春、夏、冬中って書いてある、まあ、看板というか、あると思うんですけどね。そういうのは、こう、なるほど秋ね。内中っていう、ね、はいはいはい。はい。営業中という表示になるので、なるほど。迷う、まなずるほそうど。いうお店には入ってください。なるほど。はい。で、ええ、面白い。はい。これはちょっとね、言葉の遊びなんですけれども、まあちょっと言葉より今回は絵を使った、こういった謎解きをご紹介していきたいと思います。はい。ナベ絵さだん。けに。はい、絵だけに。ナベさん解けるかしら。ということで、本日のテーマになります。おお、はい。大人のアートニウム、生まれた甲斐がある。これなんて読む？見て楽しい、解いて楽しい、感じものの世界。現在でも通じる。感じはもの。い。感じもの。感じもの。感じもの。はあ。まあ、まずね。初めて聞きました。はい。でもね、ナブさんが、感じもの、わ？ハテナっていう、こう頭にね、こう、ハテナがいっぱいね、浮かんでたと思うんですが、まず、もう、先ほど言った感じものというものは、説明しますと、江戸時代に庶民の間で流行した、文字や絵をヒントに意味を当てる謎解きのこと。謎謎。はい、謎の謎。こちらのことを、感じものと言います。これも知らなかったです。はい。まあ、感じもの自体は、まあ、こういった謎解きみたいのは、まあ、江戸時代にも流行ったんですけれども、まあ、似たようなものはすでに平安時代からあったそう。それを、平安。平安。はい。今日はちょいちょいね、ダジャはい。レが飛び出しますね。ああ、すいません。申し訳ない。絶今日は好いい調かで。なと。絶好調で。今日はぜひぜひ飛ばしてください。前回は言えるような感じじゃなかったんで、はい、すみていまうせかそうですね。はい。もう今日はどんどん飛ばしてください。みんな視聴やめちゃうかもしれないけど、よろしくお願いします。大丈夫です。はい。まあね、そうは言っても、こう、感じ物って、こう、字だけ見ても、一体どういうものか、こう、
ね、ちょっと思うと思うので、早速ですが、見ていただきたいと思います。はい。はい、まずはこちらになります。ほう。なんかね、いろいろとこう、不思議な絵が描かれていますが、こちら全部描かれてる絵、全部地名になってます。はい。一つ分かった。わかりました。一つだけね。そうだけど、はい。ちなみにどれでしょう？浅草。ああ、今ちょっとそれ問題出そうと思ったんですけどね。あ、なんだ。いや、他わかんないわ かんない。はい。じゃあまあ、早速、問題に行きたいと思います。な。はい。で、まあ、こちら、ヒント。あがした、おならが臭い。ということで、浅草。あ、臭いということ。まあ、僕の地元に近いんでね、これは答えなくちゃいけないかそう思いました。一番最初に持ってきました。ら。ああ、ありがとうございます。さすがでございます。おせっかい、おせっかいだな。はい。ありがとうございます。すごい、もう何とも言えない ね。はい。ねえ。面白い。ちょっと他がどうなのよ。どうですかね。じゃあ、次行きますね。はい。はい、こちらになります。やだな、はい、嫌です。これ何秒とかね、答えるまでに。じゃあ、一応こ のあ、今ヒント。ヒントを出しましたので、ヒントの、ヒントが、では、やば。何本ありますか？言ってるうちに答えが出てしまいました。はい。ああ、出ちゃった。4つか。そうか、4本の矢ってことね。はい。ヒントが出てから早いですよ、答えが出るまで。ああ、そうだね。もう、やばいな。やばいな。はい。矢がね、4本あるので、4つ矢。四つやね。4つ矢となりますね。続いては、さあ、どんどん行きましょはい。う。こちらになりうます。わー、うわー。これはもしかしたらちょっと難しいかも。5をやってるんだな。はい。5をやってますね。これは、鳥でいいのかな。まあ、鳥は鳥ですね。まあ、この鳥がポイントなんですけれども。鳥の名前なのかね。はい。鳥の名前ですね。これって、アヒルじゃないよね。アヒルではないですね。鶴でもないよね。鶴 でもないですね。白鳥でもないはい、し、白鳥でもないですね。カモでもないよはい。な。あと、知ってる鳥の名前だとは思いますけど、すぐ出るかっていうとちょっと難しいかもしれないですね。じゃあ逆に相手の方の顔が、これ本？はい、そうです。本。はい、本で本郷。はい、正解です。っていうやっこた！と。はい。うだ。そうです、うです。鵜飼のうだ。鵜飼のですね。はい、まあ、ヒント。答えが出てしまいましたが。もうヒントから早いからね、もう。なるべくヒントをはい。見ないで。本と鵜が語を指しているので、本を。おお。そうか、そうか。いいぞ。これね、ちょっと鳥の名前がわからないと難しかったかもしれないですけどね。2勝1敗。じゃあ、いっぱい。じゃあ、続きまして。ああ、四ツ谷は悔しかったな。言われてみればって感じですよね。そう。じゃあ、こちらになりますね。
ここちょっと、あれ全部別なものに行きます。ああ、違うわ。はい。さっきのとまたちょっと違う。絵から。ご問題になります。こちらもすべて地名になります。ああ、わかった、一つ。じゃあ、ちょっと先に問題やってから、明日かどうか。ああ、そうね。見てみまましょう。また答えちゃったらね。答えちゃったら。あれなんで。じゃあ、こちらになります。まずこちらから。違うのが来た。はい。顔がこれ、蔵？はい、顔が蔵です。じゃあ、蔵前？正解でやったーす。僕が住んでるところ。そうです。まあね。なんておせっかいなの。もちろん。もちろんです。蔵が舞い踊っているやっのぱりで、舞うなんだ。舞うなんですね。そうか、そうか。蔵が舞い。おー、素晴らしい。ちょっと嬉しいな。はい、そうなっています。蔵前がこんな絵に描かれてるなんて。やっぱりここに住んでるということは、ギャグを言えってことかな。そうかもしれないですね。ちゃんとね、この 浅草と蔵前が そう。3勝1敗です。もうちょいかい。はい。じゃあ続きまして。ででん。リリン。お城、小判。小判、お金？こっちでしょ小判。小判なんて土地ないよな。小判。城。わかった！白う。はい。金。正解でーす。いやー。こちらですね。お城からお金をまいているので、白金です。いや、白金なんだね。白金、はい、白金、白金。はい。なんか、どんどん解いてちゃったんで、問題があっという間にこうなくなっちゃう感じ。4勝1敗。どうしましょうね。いいぞ。じゃあ、こちらは、いかがでしょう。龍。はい。これちょっと難易度上がったかもです。龍。龍。龍。この後ろの文字は関係あるのかな？関係あります。よーく見あてる。くださると、あーあーあーという。なんて文字なんだろう、これ。ちょっとのひねりが効いてますね、こちらの問題は。龍は龍？まあ、がっつり龍っていう感じではないですね。龍は龍なんですけど、ちょっとこうひねった読み方をする感じになりますね。あ、龍とか。はい。ええー。ここね、ナペさん今近いとこ行ってます。龍、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 龍。ええー。後ろの文ああ、字。もうヒントも隠しなんだな。後ろの文字をもうちょっとよく見てもらえると、もしかしたらわかるあ、かも。そう。はい。よく見えると、もしかしたら。これ何？やめるみたいなにも見えるしな。示す編？なんだろう。いきますか、初夏の方に聞かないとわかんないな。ヒントいきますか。いっちゃえ！いっちゃえ。はい、じゃあヒント。やばい、すぐ出てくる。龍が、龍、あ、いや。国領。ああ、違うか。はい。両国。両国でそすっね。か。参った。はい。よく見るとね、極の字になってるんですよね、ここ。木偏で。木偏ですね。異変だったのね、これ。で、これがまあ、極のこういう。ね、よく見ると、こう、ちゃんと。口の部分が参りました。はい。ここがね、ちょっとね、いうのが入ってやられたよ。両国もまあ近いっちゃ近いからな。そうですね。これはちょっとね、難易度が高いよね。高いですね。4勝2敗です。皆さんもぜひ、僕より前に答えてください。まあ、今ちょっとね、
いくつか鍋さんにやっていただいたんですけれども、漢字はい。の読み方にはいくつか決まり事があります。まず一つ目、シャレということで、こう音読みと訓読みの違いを使って、シャレを聞かせた漢字があります。こう同じ音で違う意味を表す同音異義語を使ったものになりますね。なるほど。まあ、でもね、ダジャレには必要なことですね、それはい。一番よく使われる技法だと思うんですよね。は。うん。うん。はい。そして二つ目。文字抜き。これは絵の一部が欠けてたりとか消えてたりするものがあるんですね。そういう場合は、その部分の、見えてる部分の音だけを読むという、ちょっと難易度の高い。絵の一部が欠けてたり、消えてるものがあるので、その場合は見えてる部分だけを読むという。手法ながある。るほど。で、あと続いて、逆さ読み。いわゆる絵が逆さまに書かれていた場合は、その書かれてる絵の音を逆さまに読むという。例えば、妻の絵が書かれていたら、妻が逆さしてたら、まず。そんな風に読みま本当なぞなぞだな。す。はい、なぞなぞですね。あとはこう、濁点、バビブルコとかの濁点ついたものと、半濁、パティプペコなどの点や丸がついたものが絵に書いてある場合は、そこをその半濁点や濁点で読みますよっていうものになります。ということで、今のこう決まり事を踏まえた上で、次の問題を解いていただきたいと思います。こちらになります。何乗っかってるんだこれ。これはね、ちょっとね、まあ、書いてはあるんですけど、読めないですね。読めないとか、旧仮名だったりとか、私たちが今、普段あまり使わない、なので。何でしょう、この丸みたいなのもね。鳥でしょう。鳥ですね。まあ、こまれ。た鳥の名前ですかね、これ。そうですね。鳥の名前というか、まあ、こちらの種類。種類っていうよりも、こちらの看板が肝かもしれないです。看板なの、これ。看板なんですよ。看板は。看板は。あこれちょっとね、これを見て、こえのお店屋さんか、私わかるかどうかというと、ちょっとわからなかったですね。まあ、ヒント、この、看板が何屋さんかっていうヒントっていうか、まあ、こんなようなものを扱ってるお店。あ、団子。団子ではないんですよ。違うの、これ。はい、団子ではないですね。まあ、何？ちょっと、大きいヒントの前にプチヒントとして、画材屋さんの看板だと思ってください。大きい括りでいくと、画材屋さんの看板です、こちら。ほう。ほう。なるほど。アザリアさ画材屋さん。まあ、大きい括りで言うと画材屋さんになりますね。ん。絵の具とかね。お！で、その画材屋さんの名前が、まあ、さっきの決まり事の一つとして切れてますよね。この上、ここあ、だこけ。れ、絵のか。そうです。絵のなんちゃら。近いところを行ってますね。絵のはつく。絵のあって。絵の。絵のあって。まあ、あとはこの鳥がどこにいるかですね。この鳥がどこにいるか。あ、ヒント出したい。まだ出てあ、来ちゃうの？ない。今大丈夫。来ちゃうの？まだ出ない。まだ出ない。まだ大丈夫。この、上にいる。はい。どこの上にいますか？看板の上。はい、その看板は。看板は？看板は。さっき、ナムさん言ってましたよね。この、何屋さんか。絵の具。で、切れてますよね。はい。で、絵これ。のは上。い。あ、すごい。絵の上。あー、
すごあ、い上野。正解あ、違でうな。す。上野あ、です。本当。はい。あ、上野でいいんだ。上野で。かなりこれはヒントもらっちゃいましたね。で、上野になります。うとえ、えの。絵の具屋のな看板の上に鵜がいる。で、まあ、その絵の具る。屋の看板の下半分が隠れて、上の。上野。はあ、なんか、うちの近く攻めてない？まあ、一応この、判じ絵のやつが、江戸の名称というか、江戸の地名を判じ物にしたものなので。で、まあ、あと比較的、鍋さんの近くを探しました。ありがとうございます。上野さに。すがです。はい。上野ですね。ちょっとこれはかなり難易度が。いやー、もうヒントいただきまして、ありがとうございましあ、でも結構すごいですよ。なんかほとんどヒントなしでいったようなもんですよ。た。あら、5勝2敗。続いてのものになりまます。だ、まだあります。すごいな。こちらも結構なんか難易今度。までの回と違うな。はい。でも難易度上げました。あまりにも鍋さんがよくできたので。なんじゃこれ。これはね、ちょっとね、かなりひねってます。絵としてはここまでですね。ああ。ひらひら飛んでるんだね。はい。ひらひら飛んでいるのと、さっきの決まり事の濁人。点ついてるはね。い、濁点があります。あ、ヒント、来た。大丈夫です。大丈夫。まだ押してないで大丈夫です。あ、ビラ、ビラ。あ、ビラですけど、もうちょっとこう、大きな括りで。大きな確率で。ええー。これは、何が飛んでるの？関係あるのかな？まあ、ビラはビラなんですけど、まあ、ビラっあ、ビて、ラはあったの？ビラって、まあ、ビラって扱いよりは、もうちょっとこう、高級なものというか、そうな。まあ、ちょっとここに何が書いてあるのかなっていう。何が書いたの？絵が書いたの？はい。絵で描いたので、こちらは絵です。絵だよね。はい。絵です。あ、絵なのね、これ。絵です。布じゃなくてね。布じゃなくて絵になります。絵が飛んでる。お、飛んでる。もうちょっと違う言い方をすると出てくるかもしれないですね。あとは、鍋さんの知っている、こう、地名から割ってくるという絵が飛ぶじゃなくて、吹いている。吹いてるじゃないな。絵が、結構いいとこまで行ってるんですよ。言ってますか？いいとこまでは行ってるんですよ。だ飛ぶっ飛ていぶじゃう、ない。飛ぶではないんですね。絵が、まあ、女飛ん性での方から見たら、絵はどうしてしまったかっていう方が、もしかしたら分かりやすいかもしれないでする。絵が、ね。女性の人が、絵をって考えてもいいかもしれない。絵を離してしまう。違うな。絵を浮かぶ。違うな。動詞としてはさっきの動詞でやってる。近いですね。飛ばすっていう方の、女性側からしたら、どうしたのかなっていう。ああ、難しい。もう行こう、ヒント。ヒント言っちゃいますか？結構いいとこ行ったんですけど、後悔先に立たず。絵を飛ばして、濁点がついているので、江戸う橋。わー、江戸橋はわかんないわ。ちょっと今これ2は、問ね。はい。ちょっとこれは難易度が。飛ばしだから飛ばしなんだ。そうなんですよ。だからすごいナビさんいいとこまで行ったんですよ。なるほど。今の日本橋ですよ。そうですよね。昔都営浅草線、日本橋駅、江戸橋駅って言ってたんですだからよ。もうちょっとね、今の地名とは若干違うので、わかりなにるほど。くかもしれないですけど、そこが盲点でしたね。はい。でも結構いい線いってましたよ。いやー、勉強になるわ。はい。5勝3敗。ご参拝で、もっとやりたいとこですが、お時間となりますなっのてしで。まった。やった！じゃあ、勝ち越し。勝ち越しです。なので、ちょっと私がちょっと悔しいので、おまけの方でさらに難しい問題を。あ、
ぜひぜひ。載せて、鍋さんぜひぜひ、また解いていただきたいと思います。はい。皆さんも解いてください。で、あと、せっかくね、鍋さんダジャレなんか得意なので、一つこの判事もの、はい、判事絵を作っていただいて、それもおまけに載せたいと思うんですけど、いかがでしょうか。ね、作る。はい、鍋さんが一つ。今言うの？今じゃなくていいですよ。はい。あ、でも今考えちゃう。今考えてお知らせいただければ、鍋さんからの出題ということで、はい、おまけの方にこちらも載せたいと思います。はい。はい、じゃあ、絵は鈴さんに描いてもらいます。はい。絵は私が描きたいと思いますので、ぜひ皆さんも楽しく解いていただけたらと思います。はい。ということで。もうありがとうございました。楽しかったです。はい、よかったです。意外と鍋さんが溶けたのが驚きました。よかったです、はい。好きだって言ってて全然答えられなかったらね。はい。なんか、こんなことならちょっともっと、はい。こんなことならちょっともっとね、用意しとけばよかったと思いますので。またね、何かこう、次の時でも新しい判事縁を見つけて、やりたいと。うん、第2弾、鍋さんのためにやりたいと。ぜひ。ぜひはい。挑戦お待ちしてます。はい。ということで、今日はちょっと鍋さんが楽しん、はい、とても楽しんでいただけたということで。ありがとうございました。はい。皆さんも楽しんでくださいね。はい。皆さんも楽しんでいただけたと思います。はい。それではまた次回も楽しいネタを持っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんご自愛ください。